日本バスケットボール協会の改革を主導するタスクフォースの川淵三郎チェアマンは12日、ナショナルリーグなど日本に存続する2つのリーグを統合することを明らかにしました。これは国際連盟から求められていたもので、新しいリーグは2016年の開幕で一部、二部、地域リーグに分け、チームの振り分けを5月には決める考えです。4回ちょっとしかありません。そういった中でどういうふうなそういう決断をがしてもらって、こんなふうなことが将来展望として、我々として、もう望みますよと。だからそういうことの中から、我々、クラブをトップリーグの中に選んでくださいというふうなことに、まあ、ぜひ、こう努力してもらいたいというふうに思います。この日、東京都内で両リーグのチーム代表者と初めて意見交換した川淵チェアマンは、3月4日の特別チーム第2回会合で一部の参加基準を決め、審査に入るとしています。2016年のそのオリンピックに向けた予選が間もなく4ヶ月後にまさに始まるということで、間に合いますか？いや、これはね、絶対に間に合わさなければならないと思ってます。